古典と古文は帰国子女殺し。全部わかんない。俺めっちゃそれ覚えてんだよ。うわトラウマだ。いやすごい。そうどうもこんにちは、ケビンです。どうもかけです。山です。帰国子女が日本の学校でつまずくことあるある。帰国子女の方が日本のこう学校に帰ってきた時にやっぱりこういろんな勉強のことだったりとか、この授業つらいなとかさ、あとはこういうなんか文化の違いとかでつまずいてしまうことって結構あると思うんですよ。それをまあなんかその一般的にすごいこうあるあるとして言われてることだったりとか、またケビンの実体験とかね、含めながら知っていきたいなという企画でございます。はい、つまずくことたくさんありました。そうなんだ。はい、なんでね、これはね、皆さんに知ってもらいたい。なるほど。っていう気持ちも、個人的な気持ちもある。そうだね。俺もあの、高校の時に帰国子女の友達がいてさ、クラスに、やっぱ苦労したんだろうなみたいな、俺らはあんまり分かんなかったけど、思いますよ、やっぱり。いや、そうだね、そうだね。確かに。ケビンは高校の時に日本に来たっていうね。そう。一番なんか、独自のさ、文化っていうかさ、高校生の時ってなんかあるもんね、いろいろね。そういうなんか文化的なね、難しさもあれば、勉強をする上で、なんか全然こう、子が分からないみたいなとかも、まあ、いろいろあるわけですよ。はい、今回私を含めた、いろんな帰国子女の方の声とかをまとめて発表したいと思います。はい、ではまず早速発表します。はい、これ一番あの感じてました。前提知識がなく授業に全くついていけない。これはね本当に分かっていただきたい。高校で私アメリカから来ましたと、日本にね。はい、だからその今まで皆さんは中学小学校と、習ってきたものがあるよね。それを踏まえての高校じゃん。そうだね。でアメリカはアメリカで別のことを習ってんのよ。なるほど。数学とかね、そうだから理科とか、そういうのとかね、共通ではあるけれども、習ってることが違うのよ。だからそれを前提に進められると、え?みたいな。なるほど。それ知らないんだけど、なんかどういうことみたいな。急に出てきて、待って、わかんないみたいな。その皆さんご存知、この方程式、この定理ありますよね。これを応用してるの今回ありますよみたいな。そう。土を知らないんだけどってなるっていう。だからじゃあこの三角形の面積のここの部分を求めるにはまず三平方の定理でこうやるじゃん。でこうみたいな。まず三平方の定理みたいな。何それみたいな。習ったっけそんなのみたいな。そう。まあそれはやる、最後の定理やるんだけど。それは。でもその、一例ね。用語がわからないとかじゃなくて、そもそもそのアメリカではまだ習ってなかった。そう。みたいなことが、もう当たり前のように出てきてるっていう。そうなんだよ。そうなんですよ。なるほどね。そこは本当に苦労した。あ、そうなんだ。ちょっとこれ続きで、もう一個。今まで培ってきた、各教科の専門用語が全てリセットされるっていうことですね。あ、確かにそうなんですよ。これも大変。例えばさ、なんか有機物とか、酸性とかさ、確かになんか触媒とかさ、和集合とかさ、なるほどね。キャタリストですから。確かに、触媒はキャタリストってなってますから、そう言ってもらえないと分かんないんですよ。でその理解してるのに使い物にならないっていう。そう習ってたとしても専門用語の壁があるのよ。確かにね。確かにみたいなね。不法は酸化水素何々戦争とかもあるんだよ。なんかパリ条約とかさ、確かにね、独立宣言とかも全部もう英語だと違うから、うん、 Declaration of Independence って習ってるから。そう独立宣言。うん、なるほどね。もうそこも苦労したね。なるほど。知ってんねんと、でも日本語がわからんってなるっていう。そうね。なるほど。だってそれってさ、一気に高校ぐらいまでの知識の用語が新しい単語として一気に押し寄せるわけでしょ。そうです。やばいね。もうマジでパニック。確かに。マジで最悪絶望。確かにね。そうなんないように、中学でちょっとずつやってる。そういうことだ。しかもその、だってそもそも日本語がさ、めちゃくちゃうまい状態で来るわけでもないじゃん。それもよりむずいよね。そうだね。俺あの、いろいろ思い出そうと思って、一回教科書見に行ったのよ。うわってなったの覚えてるなっていう文章があって、数学のやつで、単項式×単項式の計算は、係数同士、変数同士をかけて求めますみたいな説明文があって、
全然もう分かんない。何それ。バキーンって思いました。うわうわ、あーそうなんだ。で日本語は読めてるはずなのに一つも意味がわからない。そうトラウマ的な感じよ。うわもう点数とか係数なんだそれは。そう全ての文章がそうだもん、数学とかだと。いやそうなんだよね、うん、そうなのよ。書庫をなんか A と置くみたいなさ、うん、書庫、うん、そうですね。そう専門用語使わざるを得ないのよ。そうだよね。説明文そうだよね。そうだよな。そうなんですよね。確かにやばいね。すごいね。でも全部やったってことだよ。そうそう。だからマジで留年ギリギリだったの私は。マジでギリギリで戦ってたのよ。なるほどね。それはすごいよ。本当に怯えた。それ半端ないよ、ね、半端ない。もうマジであのカラオケ行きたかった俺も。みんなとみんなとカラオケ行きたかった、ね、クラス会行きたかったな。そう行きたかった。キスト期間とかね。そうそんなそれどころではなかった。そうだよな。そうだって一人だけ異次元の難易度のテストやってるから。そう何を聞かれてるかがまずわからないみたいな。そうなのよ。一人やってんだもんね。そうなのよ。じゃあそれ続きで、はい、テストの範囲が膨大すぎるでございます。なるほど。そうなの、はい、ともう一つ山を張るってなんやっていう。なんやアメリカのテストはね、うん、そんな難しくないです。ああそうかな。あ、まあ、この3、4ページぐらいから出るみたいな感じだから。あーなるほどね。そう、そう、まあ、ウィークリーテストぐらいであるんだよ。あウィークリーテストで、まあ、ここら辺から出る人みたいな、はい、でも大体この白く囲ってあるの出んの。あーでここの単語と意味を覚えてればまあ大丈夫だろうみたいな、8割ぐらいは取れるだろうみたいな感じなの。先生によってちょっと独自の難しさ出してくるかなみたいな感じなの。めちゃくちゃ余裕なのよ。なので落ちこぼれることはない。そうそうそう、みたいな、なんかやりやすいんだ。そう、そんな風に生きてきたから、うんうんうん、でも日本のテストってめちゃくちゃ範囲広い。へーそっか。で30ページぐらいあるよね。まあ確かに教科書の場合でね。そう、うん、そう。でもそれでビビったのと、うん、そのビビってる中で、うん、えやばいどうこの全部やんなきゃみたいな感じで焦ってる中で友達が、うん、山張ればいいじゃんみたいな、ここら辺山張っとけばいいと思うよみたいな、うん、で、うん何その文化みたいな。みんなねそのセンスがあるのよ。あここを山張ればいいだろうみたいな、うん、まあ、まず山張るっていう言葉にびっくりしたけど、うん、まあ、まあそれは普通に言葉を知らなかっただけで、うん、まあ要はあのここが出るだろうって予想するってことね。そう分かったとしても、うん、あのね俺分かんないのよどこが出やすいかみたいなのが。みんなはなんか感覚でつかめてんの、うん、多分ここ出やすいと思うみたいな、うん、俺は全く分かんないのそれが。あなんでそう思うのみたいな。確かにね、っていう難しさがあってだからもう全部俺やらざるを得なかった、ね、なるほどね。その感覚がないということにつまずいたわけだね。いやそう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 。でもやっぱその山の張る感じのその共有できないっていうのはさ、うん、やっぱその積み重ねなのかね。やっぱこの小学校中学校高校っていくにつれてなんとなくその積み重ねでここら辺出しそうだなみたいなのあるんだろうね。いや俺はそう思うよ、うん、感覚がつかめてくんだと思う。多分そうだよね、うん、ここテスト出るからねとかってやっぱ言われるもん ね。 そうだね。小学生ぐらいの時から。いやそうだね、そうだね、うん、先生が言ったりするからさ、うん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 、ってなるもんね、うん、それは確かに盲点だわ。ただでさえやんなきゃいけないことが覚えるなきゃいけないことがいっぱいあるのにもかかわらず山を張れない、うん、だからさあのかけちゃんとかさ、うん、結構そのテストっていうゲームが得意、こういう選択肢があったら、うん、これの可能性は高いみたいな、うんうんうん、俺その手法結構衝撃的で、うん、いやマジでマジでその戦略衝撃的だった、うん、最初に俺知った時に、うん、まさにこの感覚ないなっていう感じ。はいはいはい、うん、これなんか日本の感覚だってすごい思うんだよ。あすごい、ね、アメリカにはないっていうやり方っていうか、うん、考え方っていうかね。そう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 、ね、あるもん本、そういう本。いやそうなんだね。そうなんだ。そのハックみたいな、なんか別に俺それを読んだことはないんだけど、うんうん、おそらく同じようなことを言ってんだろうなってこの選択肢の作り方みたいな、うんうんうん、問題を作る人っていうのはこうやって選択肢を作るわけだから、うん、その逆算したらそのこれとこれはありえないっていう話になるよねみたいな、はい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 、そういうねそれみたいなのは多分結構なんとなく気づく人がいるよね。だそこまでこの考えなきゃ解けない問題は出ないからアメリカではそうだね、3、4ページの太字を覚えればいいんだもんな。そうそうそう、そうなのよね。超大変だろうね。そう、めちゃくちゃ親心配してた。あ、そう、そう大変すぎて留年するよね、みたいな大丈夫。まあでも普通に考えてするよ ね。 そうだね。いや、そうそうそう、俺卒業が決まっ
った通知が来た時に、うん、親泣いて喜んだ。次の文化的なところ、うん、日本の部活がガチすぎて怯える。あーそうですね、なんか言ってたよね、はい、これは私も何回か言ったことあるよね、うん、特に運動部が怖い怖い厳しい厳しい、確かに休んじゃいけない、うん、そうだね、頼んじゃいけないみたいな、うん、朝早く行って朝練する、そうだね、とか試合はちゃんとしっかり万全な状態で挑む、うん、砂糖を飲まって入れない、ソーダは飲まない、うん、さ炭酸禁止とかあるよね、炭酸禁止、うん、筋トレちゃんとやる、うん、みたいなさ、野球部は坊主みたいな、そう野球部は坊主すごい厳しい、確かに先輩によって挨拶しなきゃいけないしね、そう遠くにいるカチャやるとかね、そう厳しい厳しい、それが俺はねやっぱそのアメリカまで届いてたわけよ、うん、その噂はそうやべえぞと、そう日本の部活やべえぞ、なんかあの日本語学校ね行ってたんで、うん、そこでやっぱ来るわけよ、うん、日本のあの部活すげえよ、うん、マジでそうなの、いやもう軍隊みたいな、うん、怖っみたいな話聞いてて、で俺はだから入学して真っ先にその文化系を言ったね、これもちょっとね文化系に失礼なんだけど、だから正直言うとそう俺はね緩くいたかったから文化系なんだっていうところがなるほど、そのそう正直それはある、やっぱ運動部が怖いからもう文化系に行こうって思った、消去法で選んだっていうのが正直なところ、いやでも実際やっぱ文化系の方が緩い傾向はあると思う、もう実際、うんうんうん、吹奏楽部とかだとねめっちゃ厳しいとかイメージなくはないけど、うん、けどやっぱ俺そのセンスもなかったんだよね、どの部活が緩いかみたいなそうだよね、本当に分かんなくて、うわ確かにそれもセンスあるね、そう俺ね演劇部入ったんだけど、うん、結構演劇部もねハードだったんだよね、演劇部はハードかな、そうなの、台本をマジで覚えなきゃ迷惑だみたいな、確かにその空気感があったりとかいやそうそうだよね、そうそう体調管理マジでしっかりしろよ、ね、大会あんだからみたいな、そうだよな、だからそのマジで大会のためにガンガン練習していこうぜみたいな、うん、合宿があるみたいな、うん、マジでそんなんだと思ってなくて結構ビビったああそうなんだ、文化系選んだはずなのに、そう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 、アメリカでもドラマクラブみたいなあんだよマジで緩いからまずはその今日参加する人誰か知らないのよ、なるほどね、来た人だけ来て、うん、その人たちで即興でちょっとなんかやってみようって楽しいみたいな感じの、こう、お腹空いた人は帰るみたいなとか、そうそうそうって感じなんだけど、俺もそのテンション感で言ったから文化系はそうだって思ってるってことね、そしたら俺最初行って、うん、なんかまずは体験みたいな感じのやつだったんですよ、うん、はいはいはい、はい、で体験入部ね、体験入部結構楽しかったんだよね、うん、本当にアメリカみたいな感じで、うん、このメンバーちょっと一回は演技しようみたいな、セッションみたいな、そうそうそう感じで、はいはいはい、あ、いいじゃんと思って入りますって言って、うん、あ、ありがとうみたいな、入ってくれるんだね、じゃあここに名前書いてみたいな感じで、うん、で、次の日、まんま気分乗んなかったら行かなかったの、うん、鬼電かかってきて、えぇ、ー、何何何、どうしたどうしたどうしたみたいなビビったね、騙されたんだ、いや、騙された体験入部で騙された、そうもうだってサインしたら最後そうだね、入部届出したらもう最後ね、そう、うん、簡単にはやめられないからね、あれはで、どんどん知ってったね、あ、やっぱこれはめちゃくちゃ厳しいぞみたいな、なってったね、合唱部、演劇部、吹奏楽部らへんは厳しい恐れありだよね、文化系とかやっぱ、うわ、それは確かに思うてる、そうね、勉強しなきゃいけないのにな、いやそれ大変だよ、ね、俺日本語の台本覚えなきゃいけなかった、めちゃくちゃ辛かった、もううわー本当だねどんだけ読まなきゃいけないんだろうな、ね、そうなんだよ、続きまして、はい、クラスメートに英語の文法の質問されるが全くわからなくがっかりされるいやそうですな、言ってたね、これもねちっちゃな日常のあの、ストレスポイントなんですけど、帰国子女だから、そうこれどうやってやったらいいのみたいな聞かれるっていうか、そう、うん、そうだよ、そうなのよ、やっぱ日本人は文法できるようになれば英語喋れると思うから、そうだね、英語喋れるってことは文法わかるってことだから、そうなってくるんだけど ね、 ね、そうそうそう、クラスでなんか席替えがあって可愛、うん、い感じの子の隣になったのよ、うんうんうん、でさーって思って、うんうん、その子が、うん、あのさ、この英語なんだけどさ、うん、質問来て、うん、なんでここって過去形になるのみたいな言われて、うん、いや、わかんないってなって、で、その、あ、そうなんだ、めっちゃ気まずい空間になって俺めっちゃそれ覚えてんだよね、うわ、トラウマだ、いや、すごい、そうそう、トラウマみたいな感じで覚えてんだよ、うわー、それは難しいね俺的にはやっぱその文法で習ったんじゃなくて、うん、自然とこの身についたみたいなところがあるから、うん、でもその文法アプローチがわかんないんだよね、できないの、ロジックがない、
そうってことだよね。そのそう説明できない。そうだね、うん、そうやって言ってるのを聞いたからみたいな、なんか それが普通だからみたいな。そうだよね。そうよくこのそういう響きが正しく感じるから It sounds right ってよく言うんだけど、うんうん、本当にそうなんだよね。日本人はそのロジックを求めてるんだもんね、ケビン。そう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 。どういうロジックでここは過去形になってるんですかって言われても知らんと。うん、そうそうそう。そうなんだもんだって、うん。そこのあれは何回かあったな。答えられなくてがっかりされるみたいな。気まずいね、それは。気まずいね。いちいちそれを説明するわけにもいかないしね。うん、確かにね。じゃあ逆になんでここは和になるんですか逆にと仲悪くなるだけだっちゃうね。そうなんでね。続きまして、はい、授業中口が寂しいでございますね。はいはいはい、はい、これ結構ライトなやつなのかもしれないけど、うん、私もねアメリカから日本に来て高校行き始めた時ねずっと授業中ガム噛んでたのよ、うんうんうん、結構それがなんていうかな怖がられたというか、うん、ヤンキーだとちょっと不良みたいな感じで、うんうん、何やってんのみたいな、うん、何がみたいな何がみたいな感じで答える時とかも、うん、ガム噛みながら、うん、35みたいな言ったりとかしててめちゃくちゃ不良じゃん。不良みたいな。そう、そうなんだよね。Z 組だね。そうだよね、うん、ちょっと離れたところにあるやつ、ね、不良のクラス、ね、休校舎にある Z 組そう、そう、それがね最初のあれはね誰も言ってくれなくて、うん、やっぱ不良だと思ってるから言えないもんだって、うん、殴られるから言ったら普通にこっちはアメリカではね授業中ガム噛んでいいから、うん、普通なんだ。そう普通なんだけどね、うん、ちょっとしたスナックとか、うん、なんかあのスポーツドリンクとか、うん、ジュースとか、うん、もう大丈夫なんだ、うん、だから最初あのちょっと食べてたね、うん別の帰国子女の人、まあ、帰国子女何人かいるんだけど、うん、その同じタイミング入学した帰国子女が、うん、やんないらしいぞみたいな話になってそれダメらしいよ。そうなんだみたいな。でそれ気づくみたいな知るみたいな。でも教えてもらえなかったのやっぱ。いやそう周りの人の、ね、そう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 確かに言いづらいよな。で多分なんか噂されてたそれで、やばいんだけどみたいな、うん、アメリカから不良来たってなるもんね。いや確かにね。そうそうそう確かに確かに。いやでもそうだね、確かにそのジュースとかやっぱ飲みたい時とかってやっぱ 隠してたっていうかさ、はいはいこれだから日本の不良は。そうだよ、これだから不良。いやいや違う、不良は飲むのよその怒られたくはないけど飲みたいやつがこうやってやるよな。その教科書こう立てて弁当食うとかさ全部バレてんだよね。そうだね。やっぱそれも文化っていうかね。うんうん、まあ、それはそれでね文化だよね。そうだよね、うん、堂々と噛んでるやつはやっぱもう、 そうね、もう反骨心の本物な心がね出ちゃってる、うん、俺炭酸を飲みたくて授業中に、うん、ちょっとその炭酸抜かすために授業中にちょっと振って、うん、プシッてやってから俺飲んだこと一回あってそれはね一回言われたね。あ、言われた。あの、な、の飲まないでねみたいな言われたねあ、そうなんですか、すいません不思議に思ってその時は。なんでそうそう、なんで、うん、でそれ気づいてやらなくなってからなんか口元が寂しい、うん、なんか感覚がどうしたらいいんだろうみたいな。そう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 、なんか食べたいなみたいな。なるほどね。そうって感じだったね。もう一つ最初教えてほしかったけどなみたいな、うん、マークシートのやり方がわからなかった。ああ。です。それもなんか昔言ってたね。そう、テストやりますみたいな。もう本当に日本の学校来てから初めてのテストっていうテストで、うん、こうマークシートが配られて、うん、はいはいはい、当然のように、うん、で、はいスタートみたいに言われて、うん、本当に分かんなくてその、うん、この使い方がで、手を挙げてみんなシーンとしてる中で、うん、すいません、こうやってどうやって使うんですかみたいになって、うんうん、めっちゃ見られたみたいなの覚えてんな。うわぁ、でもそれとかもね、もう当たり前のこととしてやるもんね、うん、なんだこの丸はと、うん、別紙でさ、待ってさ、問題みたいな、うん、どういうことか、ね、普通はね、アメリカだと1枚になってて、ね、1枚になってて問題、うん、ですぐ下に答え書かないで、はいはい、そんな感じなんだけど、はい、そうじゃなかったから、あみたいな、分かんなかったんだよね。確かに、なんか日本のテストって別になってること多いかもね、マークじゃなくても問題用紙と回答用紙ってね、うんうん、そう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 、テストの形式って多分国によって結構違ってさ、うん、俺高校生の時にフランス行った時も、うん、フランスってもうその逆でというか白紙が配られるのよ、うん、で問題文を先生が黒板に問題を1個書いて、うん、始めって言われるの、うんうん、だっていや分かんないね。俺はさ逆にさマークシートタイプで育ったからさ、うん、どこにそのこれ答えを書いたらいいのみたいになって、
ちゃくちゃ怖かった、それは。確かに。そう、それはもうみんななんかその序論なんちゃら結論っていう風に書くっていうなんかもうフォーマットがあったらあるらしくて、もうみんなそれを知ってるからさ、はい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 、なるほどね。それを議論を始めて書いてくんだけど、証明みたいな、そういうフォーマットがあるっていうことがある程度、それってもう無理じゃねえの、じゃあ謝罪文をしたためるしかない。いやそうだよ、俺歴史の授業楽しいですみたいなこと書いたもん先生に向けて。無理すぎて、あんまりフランス語分かってないけど面白いですみたいな書いて、最後感謝の気持ちを綴って出したよ確かにそうするしかないの、分かんないと思う。テスト系とかは難しい、ね、聞きづらいしね、うん、気軽に質問できないっていうのも相まって、そうね、うん、続きまして、ピアニカ、縄跳び、跳び箱、鉄棒、リコーダーができなく苦労した。あ、はい、なるほどね俺はこの苦労はなかったんだけど、中学校とか、ね、まあ、こういう声がねよかったっていう。確かに、そうそうそう、君は高校からだったから、そうそう、やんなかった、うん、そもそも、うん、ピアニカとかもう一回もやったことないなんだから、小中学校とかだとあるね、確かに。日本のね、小学校の時から結構なんか、そうだね、みたいな感じだもんね。そうだね、もう必修科目だね。いや、そうだね、うん、そこら辺ができて当たり前みたいなね、確かに感じだよね。いや、中学できてたらもうマジでリコーダーやばかったと思うそうね、リコーダーのテストとかあるもん。あ、そうか、そう、そうそう、この曲を弾きなさいみたいな、うん、みんなの前で弾くみたいな、うん、鉄棒もできなかったらできないからね。確かに、ね、あれ結構テクニックいるもんね。そうだ ね、 そうね、逆上がりみたいな、そう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 、うん、日本だともうある程度ちっちゃい頃からみんな鉄棒やるからね、うんうん、小学生でやるしね、うんうん、そうだよな、ね、あんまやらないね、やっぱアメリカで鉄棒って。鉄棒はやらないね。そっかそっかそっか。鉄棒的なやつはあるんだけどね。あ、そうなんだ、うん、まあ、でもやっぱ公園にあるぐらいで、なんかグラウンドにも必ずあるとかっていうイメージじゃないね、うん、ああ、じゃああんまり一般的に学校でやるみたいなイメージは全然ない、うん、そうそう、もう体育とかでやるとかで絶対ないね、うん、飛び箱も、飛び箱もやらないね。あ、そう、飛び箱ないね。ないんだ、ね、じゃあ、まあ、あのモンスターボックスとか何してんねんこいつらってなると思う、はい、モンスターボックス、なんかあの池谷ね、池谷とかケイン小杉とか、うん、あの、ああ、いや、まあ確かにね、めっちゃ高い。ああ、そうだね、そうだね、何これってなるよね。アメリカは結構フラフープとかだから、あーやる、ね、そうか、フラフープやったりとか。俺の学校は縄跳びあったけどね。あ、アメリカでもあった、縄跳びあった、うんうんうん、あとはあのキックベースボールみたいなやつね、まあ、定番だね、キックベース。あ、そうなんだ、キックベース、はいはいはい、そう、あれ定番。あ、そう、定番のやつだね。俺毎日やってたよ、小学校。あ、ほんと？日本でもやるんだ、うん、やってた。その授業でやってた、授業じゃない、授業とかじゃなくてね、昼休み、そうか、昼休み、公園でとか、そう、グラウンドでとかね、うん、アメリカで体育の時間でもフルでキックベースボールをやるから。いいな。そう、多分授業では1回か2回とかしかやったことなくて、うん、もうその時は最高みたいな、うん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 、一番楽しいはいはい、いや楽しいよね、うん、あとね、アメリカドッジボールを授業でやるから。ああ、ドッジボールね、ドッジボールやるね、まあまあまあ、うんうん、日本もあるかもな。そうね、たまにやってたな、うん、当たりの授業だね、うん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 、確かに。え、じゃあ飛び箱とかは やった俺飛び箱やってないね。やったことないか。そう、やったことない。あ、うん、ピアニカも弾いたことない。ピアニカも弾いたことない。うん、めっちゃツバがたまんだよなそうなんだ、なんかね、そうだね、リコーダーとかはね。そう、リコーダーもね、吹くからさはい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 、はい、息がね、うん、最初あったかいからいいんだけどさ、うん、中で冷やされるとすごい水滴になってくる。なるほど、汚いね。なんかその排出するところみたいなピアニカがね、なんかついててみたいな、うん、はいはい、ああ、なるほど。なんだピアニカって言って、なんかもう小学生以来一回も聞いたことないよ、ね、鉄棒とかもね、居残りでなんか逆上がりやるとかさ、うん、小学校の頃のなんかそういうのって定番だよね、なんか、はいはい、だね、うん、これ系はね、うん、なんか確かにね、だろう、日本のなんか共通のなんか指定のやつみたいな、うん、そう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 、やばいだろうね、うん、確かに。続きまして、勉強系なんですけど、うん、古典と古文は帰国子女殺しということでございます。これはもうね、これ山張ったかも。これに関しては俺の苦手な山張るという行為、うん、ね、古典と古文は、うん、全捨てしたできなすぎる。なるほど、そう、もう諦めた、もうこれは勝てないと、あ、もう絶対勝てないって俺はね思った。そうかそうか、そう、それって何がそんなに一番無理な感じだったの？いや、だからまずさ、中学とかではまず一切やってこなかったから。そうだね、そうだね、ゼロベースだよね。ゼロベースで古典って何か分かんなかった、うん、それが何かっていうのを知らなかった、うん、その存在を知らずに、うん、古典っていう授業がスケジュールにあってそこに行ったの、うん、
それで高1のレベルだから、うん、本当に意味が分からなくてな、皆さん何をやってるんですかみたいな、そのこれ日本語じゃないのみたいな、そうかそうか、でも漢字使ってるよなみたいな、だから中国語なのかなみたいな、まあ、最初俺思った、うん、でも違うと、うん、でなんかそのしかもなんかこう呼び方もいろいろなんかこう普通にこうまっすぐに行くんじゃなくてみたいな、はいはいはい、漢文とかだとね、うん、その読み方をまず学んでるみたいなところが入ってて、うんうん、本当に文脈をつかめなかった授業マジで前提知識がこれは一番なくて、もうここに時間を割いてたらもう他のが犠牲になってしまうっていうところで、うん、俺もごめんなさいでした。固定とほぼマジでもうすいません、ね、あの一切勉強したの、なるほど、うん、捨てますと捨てた、なるほど、これはね捨てたね、確かにそのこれは日本語なのってなるのは、うん、まあ確かにそうだよね、そうだね、うん、その知らないさ日本語もあるわけじゃん普通に、うんうんうん、だそれと古典の区別つけるのってむずいよね。いやそうそうそう、確かにちょっと違うかもしれないけど、その全くフランス語を知らない日本人がフランス語でラテン語の勉強してるみたいな感じ、うん、なんかその、うんうんうん、はっていう、そうそうそう、どこまでがフランス語でどっからがラテン語なんだよみたいな感じがまずあるみたいな、文字一緒だしな、うん、でも確かにそれが難しいのかどうかの判断がまず難しいよね、日本人にとってはね、うんうん、そういうね、俺3年間古典やってきたけど、うん、多分古典基礎みたいなテスト、うん、俺一個も分かんない、うん、マジで全振りして俺も捨てたから、あそうかそうかそう、完全に捨てた、完全に捨てた、まあ、留年しないためにね、いやそう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 、うん、そうだね、どれか捨てざるを得なかったそうそうそう、これは本当に謎の時間だったな、うん、マジで謎の時間だった実はさ、古文はちょっと分かんないけど、うん、漢文は捨てなければ一番得意だったかもしれない、うん、あ、本当？結構ロジカルというか、あ、そうなんだ、ある意味で、しかもその語順とかもさ、まあ、中国語由来でさ、その英文法と似てたりするじゃん、実は、うん、そうなんだ、はい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 、I like みたいな語順だったりするからさ、漢字が、うんうんうん、で漢字の意味さえよ分かれば、うん、なんかスラスラ読めた可能性とかあるかもね、なるほどね、なんか意外とそのなんかルールは覚えちゃえば、うん、そのルール通りになってるみたいな ね、 そうだね、なるほどなるほど、うん、へ、で意外と漢文はなんかやればできたかも、そうかも、はいはいはい、でね、古文は確かに結構むずいかもね、うん、パズルっぽいとかあるもんね、うん、そう、漢文はパズルっぽい、うん、そうかそうか、数学っぽいというか、うん、そうなんだね、うん、続きまして、はい、文化的な話です。会話中の無言の間が気まずい、あ、これ私言ったことありますね、そうだね、聞いたことあるわ、うん、やっぱこれアメリカのそのフレンドリーな友達とかの会話ってすごいかぶせてくるぐらいにこう間が開かないのよ、うんうんうん、何々だよね、ああそうだよね、ああそう思う、何々だよ、ああ確かにそうだよね、そうだったもんねみたいな感じで、こうそれがこういい感じに流れてる会話なのよ、うんうん、それが崩れると気まずいというか、会話うまくいってないみたいな考え方なんだよ、うん、だからその感覚で日本の友達と会話してると間があるんだよね。で普通にちょっと会話してみてよ、okay. 今日ランチどうする、いや別に何でもいいかな。あ、本当何でもいい、うん、じゃあ購買とか行く、あーどうしやめとこっかな、気まずい気まずい気まずい、このなんかこのパン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 っていかない感じがね気まずいね、あそうか、そう、まあ、俺今はもう全然慣れたんだけど、このバージョンに、当時は本当にあの怖かったね、その沈黙で怖いみたいなそう、会話がうまくいってない、どうしようみたいな、そうだ、ね、日本の友達と仲良くなれないみたいな感じになってた、ね、それもあるしね、そう、自分はそんなにさ文化も分かってない、うん、言語もうまく操れてない中で、うん、俺全然面白くないのかなみたいなさ、そう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 、不安になるね、その自分がダメなのかって思っちゃうよね、思っちゃう思っちゃう、あれこれなんか失礼なこと言っちゃったんかな、うん、失礼な単語を使っちゃったんかな、うん、みたいなとかさ、なんかこれは日本のノリでは微妙だったんかなみたいな、うん、思っちゃいそう、思っちゃう、めっちゃ思う、あそういうことじゃないんだけどね、そもそもそういう文化っていうか、ね、そもそもそれが自然、うん、そんなやり取りのやりね、なんだよね、うん、続きまして、はい、高校に入学したばかりなのに大学受験対策がすでに始まっている、ああ、ということですね。そうなんだ。まあ入学してすぐにではないかもしれないけど、割となんか、ね、途中ぐらいからさ、うん、どうするみたいな。うん。いや確かにね、高校によってはもうあるよ、もう入学してすぐ分離選択とかね。そうだね。はいはいはい、はい。うん、いやそうだよね。文系行く理系行くみたいな、もう大学ありきだもんね。うんうん。うちの学校とかはもう割とそういう感じだの部分あったから、その友達とかはあっただろうね、そういう。うん、記憶師の友達は、うん、もう今決めなきゃいけないんだみたいな、確かにね、
とかさ、あとあのこの大学こんな感じだよねみたいなカラーが全く分かんない。あー、なるほどなるほど。俺未だに分かってないんだよね。はいはいはい、この大学はこういう感じねみたいな、あこのくらいのレベルでみたいな、確かに こんな感じの人がいてみたいな、あ特色があんまつかめてないっていうのが職種があるよね。旧帝大とかねそういうくくりとかねいや分かんないねそれはね。いや旧帝がさとかさ、なんか、マーチとかさ、はい、それもいいよね、カンカン同率とか、そういうね、いや難しかったね、そういうね、難しい、そういう会話は。まあ俺正直 UCLA がどうのとか言われても、いや分かんないよな、ピンときてないもんだって。いやそうだよね、なんか大学でしょとは思うけど、いやそんな感じだよね。でね、俺ね、あのそれで実際ミスってたのが、うん、理系か文系かみたいな。理系、あ、あるね、あの俺は理系に行ったのよ、うんうんうん、それなんで言ったかというと、うん、教科を見て、うん、こっちは古典とかがあって、うん、あれこっちはなんか数学がより多いのに、うん、そうだね、絶対こっちがいいじゃんって思って選んだの。確かに確かに、うん、それもね、そう、俺それもそれミスってたなと思ってて、うん、大学に向けての選択じゃん、それそうだね、そうだね、で、完全に文系なのよ。なるほど、なるほど、なるほど俺それ知らなかった、全く。なるほど、なるほど、全く分からなくて、はい、皆さんじゃあ来年から文系、理系に分かれますんで、うん、選んでください選んでくださいって言われて選択を迫られた。何も知らなかった俺は理系に行ってしまって、あえぐくなるっていう数学めっちゃ数学物理めっちゃ難かった確かにね、うん、古文がないとかみたいな理由で選んじゃったっていう。あ、そう、それだけだよそうあと日本史もないっていうのでメリットだった俺的には。確かにね、そう、確かに確かに、それだけで選んだからね失敗してね。いやそうだよねだからその文系で古文をやらないっていうチョイスみたいなのがあるとかって分かんないもんね。うん、確かに、ね、実際はあるじゃない、うん、それって、うんうん、別に大学とかによってはとか、まあ、そうだね、ありえる、ね、それは確かに難しいね。確かに、うん、以上でございます。なるほど、はい、いや素晴らしい。こんなたくさんの苦労があるということをね、うん、そうだね、知っていただきたくてよかったです、これは。いやそうだね、うん、いたわってあげたいね。いやそうですよね、今ね、高校本当に戻れるなら今あの頑張ってる帰国子女の皆さんとかね、うんうん、こういう気持ちなんだっていうのが分かってあげてほしいですね。いやそうだね、そうだね。だからさ、2人みたいなさ、逆に漢文なら、うん、いけるかもよみたいな言ってくれる友達欲しかった確かに確かに、俺そこをガイドしてくれる友達欲しかったな、俺いなかったな。いやそうだね、そうだね、そういうのが難しいとかって分かんないもんね。いやそうなんだよね、その場だとね。いやそう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 、意外にね、その当事者も分かってないから。そうなんだよね、全体で見れてないから、その気づきがなかなかアドバイス求めづらかったりもするんだよね、その分かんないというか、はい、確かに確かに、分離選択とかもね、知りたかったね、これ結構大事だからなと。知りたかった確かにそうこれここ2年ぐらい左右するからなみたいなね。そう、それ知りたかったね。クラスの感じも変わるしね、その分離選択なんてさ。そうだよね、マジでそうだよね、絶対文系の方が楽しいもんないやいや、俺は理系だったそうなのかな、うん、いや、わかんないけどさ、理系の方がなんかこのハードみたいなね、うんうん、文系の方が緩いみたいな、うん、なんかちょっとそういうイメージはあったりするもんね。確かにね、はいはいはい、それとか知らんよな。いや、知らん知らんだから確かに不思議があると、理系行くんだ俺全く分かんなかった俺的にはそれそうでしょ、だって漢文でしょ、そっち日本史なんでしょ、それ行くよみたいな言ったけど、そういう疑問だったのか俺が今思えるんだよ。もうお前すでにいっぱいいっぱいのになんでハードモードすんねんっていう疑問だったんだっていう。ああ確かに確かに確かに、あ誰か教えてほしかった。これあの帰国子女の方に届いてほしいですね。そうだね、確かにね、そう、今まさに苦労されてる方にね、はい、そうです、うん、そうです。いやでもやっぱりこの苦労はめちゃくちゃ生きてくるんだよね。なるほど、そう、この苦労はね、自分しか味わえなかった苦労だから、うん、それが今実際強みになってるから、うん、辛いかもしれないけど頑張ってほしいね、うんうん、独特の経験って大事だからね。いやそうそうそう、これ本当強みだから、大人になったら分かる感じあるよね。そう大変だけどいい経験ってことですね。いやそうですね、うん、そうだね、はい、ということでこの動画を見て帰国子女が学校で苦労することすごいなと思ったから、ぜひお願いします。チャンネル登録も合わせてお願いします。じゃあまたお会いしましょう。じゃあねー。高校もう一回やりたい。この全てを知った今、うん、もっと上手くできるし、やりがいありそう。そう、うん、すごいやりがいある。どう上手くやるかみたいな。そう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 みたいな。まず部活は全部断って、うん、そうそうそう、しっかり会話も間を取ってめっちゃ上手くできるかもね今。いやそうと思う、うん。